もうちょいパブ G やります。え、口がもう勝手に喋ってる。マジやべえな。うわ、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 うん。どこ行けお前ら。やべえ、舞台に戻る時間らしい、こいつら。俺ら徴兵行く時からもうみんなアタッチマントみたいな感じです。見てください。あ、田中くん徴兵行った。えい、田中くんこれ。あ、佐藤くん、あら素敵。バン、そうだよマジで。行かないでメイちゃん、行かないで。こんな感じですね。あれはすぐ楽にしてあげるよ。おお、キモすぎマジで。今日真似したあれと全然違うよ。今日の真似はもう可愛いレベルだったんですよ、本当。まあ今日朝からちょっと家族写真撮りながらもう戻ってきて、まっすぐ PUBG をやって配信してみたらちょっと疲れましたけど、ここで終わせるわけじゃなくて、あのもうちょい PUBG やります。あー、え、口がもう勝手に喋ってる。マジやべえな。エイペックスしまーす。いや、君たちもエイペックスから見に来てくれた人たち多いでしょ、カトマス企画として。俺の PUBG 見たことねえだろ。もう今日始めたじゃないですか。もうなんでエイペックスじゃなくてパブジ見たいですって言ってくるんですか。パブジは俺抑えねえよ、もう自分の中の暗いオーラを。ああ、ちなみにこのウォールフェイフはあの評価もらいました。この絵を作ってくれたあの私はリスペクトしてるオリジナルメーカーさんにあの評価をもらいました。ありがとうございます本当に。ああ、なんか丸わらわら、何あれ、日本の笑い方って WW じゃないの。うわ、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 わら、わら、わ、ん？なんだあれ？お！フルネーム出た！オーバーチ！私にはわかる。すべての道が一点に繋がってる。君、オーバーチというゲーム知ってる？いや、知らないよ！何それ？俺も知りたいよね。あれ、美味しそう？どう考えてる？面白い？俺は知らない！やればいいんじゃない？オッケー、わかった。俺はシュークリーンバンガーもうやめればいいらしいです。ありがとう。早く出てほしい。アクサを投げる。アクサを投げる。75ですって。あ、味方？おらら、ら死んじまったみんな。え？痛そう。チャンピオンにふさわしいのは俺しかいないだろ。は？敵発見。ああ、なるほど、そうっすね。え？あらららら、90ダメージ、90ダメージ。大丈夫ですか？あなたの、あ、紫山。撃たれますよ。あっ、なるほど。はぁ、はぁ、君たちが一番プリショットしてるでしょ今。ああ。てれ、はい、ショットガンなんだよね、ショットガン知ってる。行こう。待て！俺のスコープどこ？後ろ？マジで？どこ？ここ？飛んでる！ああ！はい、戻れ戻れ。あ、あ、すいません。マジで。
なんだ。がクソエイムしたなマジで。あー楽しい、でもやっちまったぞ俺。ごめんなさい。あ、泥棒してあげるよ。ゆっくりゆっくりね。やべえ、俺が食ってるシュクリパンよりうめえ。え？動いてないこいつ。お？軍から休みの日、社会に戻ってくる日がありますけど、半年で一回ぐらい？2年間の中で？その時、なんか、地下鉄に乗れば、この世界がすごく幸せです。ただ電車乗ればみんな無言でなんかスマホ見てるじゃないですか。民間人の時はその風景がまああんまり何とも思わないんですけど、軍から出たまだ現役の人はその姿を見て涙が出ます。おお幸せってしながらなんか、で その話を今いきなりしてる理由は、電車でシュクリパン食ったやつがいたんですよ。なんか一人、それがめちゃくちゃ美味しそうだったんですよね。でシュクリームパンをあの私は街の周りのベーカリーに行ってまっすぐ買って一口食べてみたらもう涙が出ました。あーめちゃくちゃ美味しいってしながら、あー今まで生きててよかったって。外に出てから食べるご飯はもうめちゃくちゃ美味しいでしょう。もうご飯じゃなくてうんこ食べても美味しいんだもんその時は。おおどこ行けお前ら。いやいやまだ行かないで、ちょっとこの試合までやっていけよ。もう帰る時間かよ、ママ。やべ、舞台に戻る時間らしいこいつら。おーいマジかよ、今何時？ 5 時半？確か。モルタイムバスに乗らないとダメな時間だったよな。俺も6時から乗ったバスは。やべえ、7時半まで入らないとダメだったからなその時。舞台に帰る日は夜7時まで入らないとダメだったんですよね。ちょっと困るけど。シールドをチャージ。ちょっと待って。ああ見える見える。やるか。リス開けたってもうやろうぜ。上がってる一人。マジ OK。上だよね、上。起こす。いやーレイクさん戻ってきてめっちゃ強くなったな。なんかやっぱり徴兵だね。あできる。あージャンパット。今の落下はまるで私のRPが落ちる姿みたいでした。はい、ここでご報告です、皆さん。私の知り合い、その、兄貴一人が、最近私のために、エイペックスを始めました。で、彼は、本当にメインアカウント24レベルで、スーパーレジェンドが出てきました。無料でもらってるルートティックから、初めて見ました、私。自分、今まで無料で3回出ました。あ？ブルーサーもしかして、彼女います？韓国人の彼女います。はい、お前ら、餌だよ、餌。食っちまえ、麻薬。やれや。お前らの出番だぞ。いけや、もう。で、韓国人の彼女いるって、ちょっと、まずいっすね。で、韓国の彼女って、韓国人の男たちをたくさん見たってことでしょ？ってことは、やっぱり、韓国人の男たちってみんな、徴兵経験持ってるんじゃないですか？ってことは、あなたの彼女を満足させるために、あなたも、まあ、徴兵経験2年から、ちょっと、いかがですか？行ってきます。あらー、いい彼氏じゃないですか。でもそれ知ってます？本当に徴兵行くと、韓国人の彼女たちは、相当高い確率で、彼氏が変わっちまうんですよ。
もう一度ちゃんと考えてみてください。俺らはもう、共演しに行くときからはもう立場は変わるんですよね。あら、田中くん素敵、一生一緒に行きたい。いいよ。愛してる。って知っても、意味がないんですよ、もう。俺らは徴兵行くときからはもうみんな、アタッチマントみたいな感じです。見てください。あ、田中くん、徴兵行った。えい。田中くん、これ。あ、リング閉鎖まであと10秒。佐藤くん、あら、素敵。バーン。そうだよ、マジで。いや、半分冗談なんですけど、こういう確率がめちゃ高いんですよ。もちろん逆の話もたくさんあります。彼女が最後の最後まで待ってくれた、マジで天使の彼女がいたのに、軍の生活を追わせていきなり彼女を変えるクソ野郎がいます。マジで私の場合は離島兵の時に別れました。人生やめようとしてたな、マジで。行かないで、行かないで、メイちゃん、行かないで。そいつはダメ、行かないで。あ、行かないで。こんな感じですね。あつこめです。声可愛いですね。あー、知ってます。めちゃ可愛いです、僕。ありがとうございます。見て見て見て、壁ジャンプ行く。お、ごめんなさい、これ邪魔になってこん。マジで、すいません。楽しそう。うや、なんでそっから出てくるの。はい、選手交代。はい、俺は友達いるぞー。また来てる？どこ？俺ちょっと見てみろ。います？待って、俺は一番どやらしいアングルで撃ってあげるから。はい、覗き。ん？何年覗きしてたと思う？焼けでは早い、君は。97と。おい、もう一回お願い。もう一回。待って、ちょっと、リアルな演技する。あの人来るために。アクスターを投げる。アクスターを投げる。ただ当てる俺ら、ただ当てますよ。距離に来ないとチャンス。いったよーん。行くわ。が、終わってる。ごめん。リング閉鎖まで残り30秒。ギリギリがお好みか。いいね。あ、すいません。あ、気持ち。これしてます。おい、まずいぞ、マジで。これ俺がもっこりしたいところはそこじゃねえわ。もうちょい違うけどな。すぐ楽にしてあげるよ。おお、キモすぎ、マジで。逃がせねえよお前。今日真似したあれと全然違うよ。運転してくれよ。よし。おお、怖い。もう見れねえわ、これ以上は。今日の真似はもう、可愛いレベルだったんですよ、本当に。